パワー PC、パワー PC、パワー PC は1991年に Apple コンピュータ、IBM、Motorola の提携、AIM 連合によって開発されたディスクタイプのマイクロプロセッサである。パワー PC は IBM のパワーアーキテクチャをベースに開発され、Apple コンピュータの m のマッキントッシュや IBM の RS6000 などで採用された。 ゲーム機をはじめとした組み込みシステム、スーパーコンピュータで広く使われている。パワー3以降は、パワーファミリー自体が、パワー PC アーキテクチャに準拠している。アーキテクチャとして、動作のベースとなる命令セットや、基本的なレジスタセット、メモリアドレッシング、キャッシュモデルなどを規定しているが、それらをどのように実装すべきかまでは規定していない。 そのため実際に製造されるモデルは高速化のために、アーキテクチャレベルでは規定されていない機構、L2、L3 キャッシュや関連レジスタなどを備えているのが、普通である。性能の割に低消費電力で、大サイズも小さいという特性から、ゲーム機や、ハイエンドのルータなどのネットワーク機器、レーザープリンターなどの分野で広く使われており、高性能な組み込みシステム向けプロセッサとしてよく、 使われる。フプ用の IP コアとして提供されているものもある。もともとは AIM プラットフォームの CPU という意味で開発されたものだが、CPU 以外は開発されなかったため、今日まで残る同プロジェクト唯一の成果物でもある。デスクトップコンピュータ用としては、Apple コンピュータの PowerMacKintosh 及び PowerMac に採用されていたほか、IBM の一部のワークステーション。 サーバやブルージーン、L をはじめとするスーパーコンピュータにも採用されている。その他、2005から2006年に発売された主要性置き型ゲーム機産機種、Wii、PlayStation3、Xbox 360は、いずれも p o w e r PC アーキテクチャを採用している。現在、p o w e r PC プロセッサはモトローラから半導体部門を分離して設立された。 フリースケールセミコンダクタ、現在は NXP と IBM が開発、製造を行っており、パワー PC 派生品種のセルプロセッサは、IBM と東芝セミコンダクターが設計、製造している。また、4XX のシリーズ、組み込み系 CPU コアは、アムックに売却されている。しかし実際は 4XX シリーズでも、 ハイエンドクラスの製造は IBM しか行えないため、開発の中心は IBM のままである。パワー PC はディスクの思想で作られており、スーパースカラ方式で命令を実行する。ベースにしたパワーの特徴に、さらにいくつかの変更を加えた。1998年のパワー3以降は、パワーも64ビットパワー PC 仕様に準拠したアーキテクチャを採用している。 パワー PC の歴史は70年代後半のジョンコックのリスクアイデアを使用した、米、IBM の801プロトタイプチップで始まった。801を元にしたコアは、数々の IBM 製組み込み用製品に採用され、最終的には16本のレジスタを持つロンププロセッサ、IBM RT にまで発展した。しかし、RT プロセッサの性能は十分とは言えなかったため、 IBM はアメリカプロジェクトと呼ばれる市場で最も高速なプロセッサを開発する計画を指導させた。その結果開発されたのがパワーアーキテクチャであり、1990年初頭にディスクシステム6000と共に発表された。本来のパワーマイクロプロセッサはスーパースケーラを実現した最初のプロセッサの一つであり、高性能でマルチプロセッサに対応していた。 IBM が RS6000 の製品群をローエンド向けからハイエンド向け製品にまで拡大するにあたってパワープロセッサからいくつかの機構を取り除きシングルチッププロセッサにする必要が生じため IBM はディスクシングルチップ RSC の開発に着手した RSC は開発の初期段階から工業向けに幅広く使える可能性を秘めた 高機能なプロセッサになるであろうと考えられていた。1991年、IBM は Apple コンピュータに接近し、共同でパワーアーキテクチャをベースとしたシングルチップマイクロプロセッサの開発を行うことで合意した。その直後、当時、末置き型コンピュータ用プロセッサに関して、モトローラ社最大の顧客であった Apple コンピュータは長年の協力関係を考慮して、 モトローラにマイクロプロセッサ開発に加わるよう打診した。モトローラにはマイクロプロセッサ開発における豊富な経験の活用とセカンドソースとしての役割が期待された。こうして IBM、Apple Computer、モトローラは AIM 連合と呼ばれる協力関係を組織するに至った。1991年、PowerPC は AIM 連合における 最大要素の一つとなった。当時のパーソナルコンピュータ市場では、マイクロソフトが Windows を開発中であり、インテル製プロセッサは、その支配を強めつつあった。また、シスックアーキテクチャのインテル8386、よび8486が、大半のコンピュータに採用されており、後継のペンティアムプロセッサの開発も、順調に進んでいた。パワーアピー p c プロセッサは、 冒険的な要素を含んでいたものの、拡大するマイクロソフトとインテルによる支配に対抗するため、開発が進められた。モトローラにとって、パワー系プロセッサの開発に加わることは、またとないチャンスであった。この時点で、モトローラはすでに自社製のリスクプロセッサ MC88000 を市場に投入していた。しかし、このプロセッサは、貧弱な設計手法と製造上の問題により、 市場での評価は低く、販売は低迷していた。このためモトローラは、MIPS やスパークといった、競合製品に、市場で並ぶ機会を失いつつった。しかし、新型パワー系プロセッサの開発に参加すれば、キャッシュ部分を設計するだけで、広くテストされた、高性能リスクプロセッサを販売することが可能になる、ため、リスクプロセッサ市場での巻き返しが期待された。また、 重要な顧客である Apple ンピュータ t との関係の改善や IBM に簡略化バージョンを供給できる可能性もあった。その低評価の一方で MC88000 プロセッサはすでに生産されており Apple ンピュータ t はすでにこのプロセッサを利用したプロトタイプのコンピュータを動作させていた。このため開発中のパワーアーキテクチャシングルチップのバスに ハードウェアの段階で MC88000 のバスとの互換性を持たせれば、ロジックボードを再設計することなく、より迅速に新型プロセッサを市場に投入することが可能であった。最終的に新型プロセッサパワー PC は、こういった要求を含んだ設計となった。パワー PC が市場に投入される直前、大きな動きがあった。 アップルコンピュータに加えて IBM とモトローラの両社はパワー PC プロセッサに対応したシステムを提案した。マイクロソフトはモトローラのパワー PC サーバ向けの Windows NT 3.51を発表。サンマイクロシステムズもソラリスのパワー PC 版を発表した。また IBM は自社の X を移植し、OS2 の移植も計画していた。 1994年には組み込み用途向けに PowerPC403 を発表。合計の PowerPC401、440などは機器制御用途やネットワーク機器を中心広く普及した。また同年に PowerPC の 64bit 版である PowerPC620 が完成。同チップは出荷されず普及はしなかったが、その設計は パワー3以降のパワーファミリーの礎となった。1994年にはパワー PC をベースとしたコンピュータの使用であるプレップ。1995年には後継の CHRB が発表された。また1994年にはパワー PC 搭載のマッキントッシュ、パワーマッキントッシュが登場した。しかしこれらの動きはわずかな期間で終わり、結局、 パワー PC という新型アーキテクチャに期待されていた理想が実現することはなかった。Windows, OS, 2, そして3の顧客は、パワー PC 用ソフトウェアの不足を理由に、パワー PC プロセッサはほとんど帰り見なかった。これらの OS の光景が市場に投入されることはなく、パワー PC から完全に離れていった。またビッスも最初のバージョンはパワー PC 向けに開発されたが、 その後、X86 k プロセッサに移行していった。最終的には PowerPC 向けの商用のデスクトップ OS は、Apple のクラシック MacOS と MacOS 10の他は、m カウスなどのみが残った。1990年代中頃、PowerPC プロセッサは、ベンチマークにおいて、最速の X86 k プロセッサと同等、または凌化する性能を発揮した。 九十年代末に登場した G4 では、アルテベックを搭載し、当時の他の CPU に比較して大幅に高速な、深度処理を実現した。パワー PC は高性能でありながら、低コスト、低消費電力といった特徴を持ち、Apple は、PowerPC603 及び G3G4 を採用する子によって、同時期の PC、AT 互換ノートパソコンの性能を凌駕する、パワーブックや、 ファンレスの iMac、PowerMac G4 Cube といった独創的な製品を作ることが可能になった。しかし PowerPC の性能あたりの消費電力の低さは組み込み向けとしては高く評価されたもののデスクトップで勢力を拡大するための決め手にはならなかった。2002年には Power4 をベースとした 64bit の PowerPC970G5 が登場。 高性能化に伴い G4 から大幅に消費電力が増大したものの、同時期の Pentium 4と比較すると、ほぼ同等の性能でありなら低消費電力であり、IBM Apple のサーバー製品のほか、PowerMac G5 iMac G5 で採用された。2004年は、PowerPC KCPU にとって激動の年になった。まず、モトローラが半導体部門をスピンオフし、 フリースケールセミコンダクタを設立。次に2005年度の E3 において発表された各社の次世代ゲーム機レボリューション、コードネーム、現在の Wii、PlayStation3、Xbox 360の CPU がすべて p o w e r PC 系アーキテクチャのもになった。一方でこれまで p o w e r PC を採用していた Apple コンピュータのマッキントッシュが2006年から インテル社の CPU に全面的に切り替えていくことが発表された。2006年中に Apple のハードウェアは完全にインテルアーキテクチャへの切り替えが完了し、Apple 社内で PowerPC 向けチップセットの開発を行っていた設計チームは Apple ら4の開発に転じた。2009年にはセキュリティアップデートを除いて PowerPC 向けソフトウェアの開発も終了した。 現在ではゲーム機、プリンタールータネットワークスイッチ等の組み込み用途の他サーバやスーパーコンピュータに採用されている。パワー PC ファミリーを立ち上げるために IBM の既存のパワープロセッサをベースに設計された。そのため正式にはパワー PC のジェネレーションナンバーを持っていない。1994年代より流通。アルミ配線の603。 604が G2 第1世代。第2世代については、IBM による同配線の 603E と 604E べてが該当するとする文献と、同シリーズで 250MHz 以上のものとする文献が散見され、はっきりしない。どちらも完全バス互換であったため、区別が重要でなかったこともその理由である。PowerPC603 は大変消費電力が少なく、 デスクトップと同様の仕様のチップがノートパソコンに搭載されたほか、組み込み向けに広く使われた。パワー PC604 は4つの演算ユニットを並列動作させることができ、パーソナルコンピュータ向けとしては、当時最高レベルの演算性能を持ってい不動小数点演算は特に強力であった。アップルが出資していたによる、バイポーラトランジスタ型の論理回路を使う。 消費電力の大きなハイパフォーマンスな CPU として発表された1996年当時の他の CPU に比べ大幅な高速クロック動作実現するとしていたパワー PC アーキテクチャの予定製品であった試作品が搭載された磁気パワーマッキントッシュプロトタイプが展示会で Apple によって公開されたしかし1997年5月の WWDC 時、安価な PowerPC750 や PowerPC604、イブとの性能差がないとして、p o w e r m a トッ i n t o s h への採用が中止されたために10704は、量産化されずに終わった。G3、第3世代以降は、PowerPC 採用の代表的製品である、p o w e r m a トッ i n t o s h シリーズで、Apple が、ジェネレーションナンバーを全面に押し出したため、 パワー PC の世代区分が一般に明確となった。性能比での消費電力が低いことが特徴で、現在では主に組み込み用途に用いられる。なお、パイプラインは浅く、603と変わらない4段に、過ぎない。G3 をベースに不動小数点演算機能を強化、深度と対象型マルチプロセッサ機能を追加したもの。CPU バスは、 従来の 60X バスに加え、より高度な制御機能を持った MPX バスにも対応している。MPC7450 でマイクロアーキテクチャを刷新したため、MPC745X、MPC744X は G4 とも呼ばれる。64ビットパワー PC アーキテクチャに準拠し、設計を全面的に刷新している。 最初から組み込み向けとして IBM が開発。現在は a m ッ c が権利を持つ。単体のマイクロプロセッサとしてではなく ASIC の CPU コアとして組み込まれることが多い。2005年頃より流通。2009年9月24日に発表された470シリーズは、それまでの400シリーズと比較して、性能を2倍以上に引き上げた。 ソフトウェアは400シリーズと共通であるが、464FP と比較して、パイプラインが7段から9段へ増えており、アウトオブオーダー、倍精度不動小数点数演算対応、振動と、PowerPC G3、PowerPC 750シリーズの後継シリーズとしての位置づけとなっている。2010年2月9日に、イシュック2010で発表されたプロセッサー、 1>, 1コアあたり4スレッドで16コア1チップで構成されている。L1 キャッシュ 16KB プラス 16KB、L2 キャッシュ 2MB、1.6GHz 時 55W、204.8G フラップス、最高に 3GHz、65W で稼働する。スーパーコンピュータ、ブルージーン Q、ブルージーン Q のコア CPU に採用されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。